こんにちは、トイズガオです。はい、買ってしまいました。ガールガンレディというねドラマの作品があるんですけども、2021年4月から放送されていた、まあ、1年半ぐらい前ですね、まあ、そんな作品なんですけども、女子高生が、まあ、銃を使ってバンバン撃ちまくって戦うというドラマだったんですけども、まあ、深夜ドラマでね、まあ、割とお金かかってるんじゃないかなっていう感じだったんですけども、劇中に出てくるこの銃をですね、劇中でもこうプラモデルを作ってそれが撃てるというね、そういうものだったんですけども、まあ、それがね同じようにプラモデルで発売されてですね、販売されていたんですが、これが大爆死というねことで、当時から投げ売りされていたんですけどもまあ僕の住んでいる地域ではそんなにね投げ売りもされてなかったんですけど、なのでまあ1年半経った今ね、まあ、どんな感じなのかなっていろいろ見てみたらものすごいことになってますね。もう投げ売りというかお願いだから買ってください的なね、赤字も赤字というねところになってますね。はい、なのでねこれ今全部ではなくてですね、これ3列に積んでますけども、まあ、このように、なっておりますね。まあ、これ、まあ、ドラマの中で、まあ、4チームに分かれていてですね、それぞれチームに1年2年3年の子たちがいてですね、で4チーム計12人ですね。でアルファタンゴという、まあ、アルファっていうのは A を英語でね、まあ、軍隊とかでねこの通信をよく無線でねするので、 A がわからないときはこうアルファの A とかね言うわけですね。で B の場合はブラボーの B で、 C はチャーリーの C で、 D はデルタの D というね、そういう表現をするんですけども、でそのアルファタンゴというタンゴの方もね、タンゴの T というね表現をするんですけども、この T っていうのは多分チームの T だと思うんですけどもね。はい、でアルファタンゴ、ブラボータンゴ、チャーリータンゴ、デルタタンゴというね、この4チームがあって、その4チームでこう銃で撃ち合ってねバトルをするんですけども、まあアルファのね立花小春という子が主人公なんで、かなりね強い感じなんですけども、でそのライバルで、ブラボータンゴの、マツコというね子が、こちらもねプラモデルがかなり好きで強いんですね。最終的にはこの2人の物語になっていくんですけどもね、まあでもまあいろんなねくせ者のチームがあってですね、ドラマが展開されていくんですけどもね、まあ、このガールガンファイトっていうのがどうできたかみたいなところに迫っていく、内容となってるんですけどもね。でここに登場するこの銃が、まずねアタックガールガンという基本の武器ですね、もうハンドガンになっていて、まあ、これでまず撃ち合ってですね、で途中から出てくるこのブラストガールガン、そして、まあ、キーアイテムとなってくるこのチェンジガールガンというものもあるんですけどもね。で、それぞれにこのレディーコマンダーという人がついていて、まあいろいろねバトルの戦況についてとか指示を出すんですけどもね。でこのコマンダーの人たちもプラモデルで作って、ドラマの中ではこれがね女優さんになってですね、実際の動く感じにねなるんですけども、はい、その辺もまた面白いですね。で、このねプラモデルの方なんですけども、まあ、今回僕がねなぜ買おうかと思ったのは、もうめちゃくちゃ安かったんで、まあ、当時からちょっと欲しかったんですけども、割とこれ高いんですよね。この通常価格っていうのがこのアタックガールガン、これが1個3080円、はい、ちょっと高いですよね。で、このレディーコマンダーっていうのが1体につき3960円、そしてこのブラストガールガンっていうのがね6380円、チェンジガールガンが4400円、こちらのですねアタックガールガンとレディーコマンダーアリスのセットボックス、これが7480円、はい、かなり高いですね。なので割と手が出しにくい商品だったんですけども、今回ですね、まあ、これ今、これトランプもありますけども、トランプが1540円ですね。
これ全部合わせると83,380円というね計算になるんですけども、こちらがいろんなところね、あの通販のとことか、まあ路面店でも行ったんですけども、これ全部合わせて 22,096 円で買えました。はい、なので6万円ぐらいお得になっておりますね。で、内訳なんですけども、ちょっと細かいんでまあいろいろと省きますが、まずアマゾンを見てみると、このアタックガール感ですね、こちらが1個800円ぐらいで買えますね、2200円ぐらいお得になってますね。で、ブラストガールガンが1500円ぐらいでね買えちゃいます。で、コマンダーの方はね割と人気があってですね、あの30ミリッツシスターズとの互換性もあったりするので、これは割と売れててですね、まあ、コマンダービアンカとコマンダーシャーロットは1600円1700円ぐらいで買えるんですけども、コマンダーデイジーは3000円ぐらいしますね。で、コマンダーアマツっていうのが最終回ぐらいにしか出てこないんですけどもね、これが2600円ぐらい。はい、まあ、割とこうコマンダーの方はねあまり安くはなってないですね。まあ、チェンジガールガンに関しては1200円ぐらいですかね。これ割と安く買えます。まあ、アマゾン見てみるとこのぐらいなんですけども、ちょっとね立ち寄ったヤマダ電機で見てみたら、このアタックガールガンが550円で売ってましたね。アタックガールガンとレディコマンダーアリスのボックスのセットは1500円で買いました。ブラストガールガンは1500円ぐらいで、チェンジガールガンも1500円ぐらいですね。はい、これもかなり安くなってます。で、まあ、ヤマダ電機の方はやっぱりねこのコマンダーの方は全く売ってないですね。はい、そして、DMM 通販を見てみると、これがねものすごく安くてですね、こうセット販売みたいのをしていて、一番安いのはこのアタックガールガンの全チームのセット、これが、まあ、4つですね、4つで1870円。はい、これがね一番安いですね。まあ、1個につき400円500円しないぐらいですね。で、そして DMM ではブラボーチームの、ブラストガールガンとアタックガールガンのセット、これが1540円、こちらもかなり安いですね。はい、まあ、そんなところでですね、まあ、いろいろ投げ売りがあって、まあ、このコマンダー一体と1チームにつき3種類のねアタックガールガンがあるので、まあ、揃えてみたところ、このようにね、なったんですけども、この、まあ、アルファだけねちょっとダブってます。まあ、プラモードっていうね、あのコマンダーアリスが乗っている状態もあったりするので、まあ、まずこの、ディスプレイするのにこの3丁揃えてですね、で、あとレディーコマンダーアリスのねボックス、これ2個ありますけど、まあ、コマンダーアリスが立っている状態、まあ、各コマンダーをね立たせてディスプレイするのと、あとプラモードですね、アタックガールガンのみのプラモードもありますけども、このブラストガールガンとチェンジガールガンを合体させた時のプラモードもねあるので、その状態で乗せているところもね別でディスプレイするのにこのねこの数いるのでまあかなり安かったんでね、バンバン買ってしまいましたけども、はい、まあ、これで、まあ、まず組み立てでですね、いろいろディスプレイしてみようかなと思います。まあ、なんで僕がねこれを今回買ったかというとですね、まあ、かなり前なんですけども、まあ、ミリタリーとかね、モデルガンとかそういうのを集めていた時期が僕あってですねまあそういうの好きだったなっていうのを思い出してですね、まあ、こういう銃のコレクションもねまたやってみようかなって思っていた時期で、そういうのもねまた買い出したらキリがないので、当時ね、まあ、10個ぐらい持ってたんですけども、それはね全部売り払って処分してしまったんですけども、まあ、それをまたね買い戻すような感じでね、またコレクションできたらいいなというふうに思っていてですね、で今回このガルガンレディのこのね銃がものすごく安くね買えたので、まあ、これをねディスプレイして、また別のねモデルガンとかを集めていけたらいいなと思っているんですけどもね、まあちょっと買いすぎたなっていうところはあるんですけど、まあ自分へのクリスマスプレゼントでいいかなという感じですねはい、まあこれから組み立てますけどかなり時間かかっちゃうんでね、まあ正月、まあ、冬休みでねバーンと作っちゃおうかなと思います。まあこのガールガンレディに関してはドラマの方はね結構面白かったなと思ってるんですけど、なぜかねこのねプラモデルが全く売れなかったということで、
まあ、値段の方もあると思うんですけど、まあ、そのヤマダ電機とかで見てみると、このガールガンレディと、あと境界線機こちらもね、投げ売りされてたんでね、まあ、気になる方はいろいろ調べてみてですね、まあ、安かったら買ってみるのもいいんじゃないかと思いますね。はい、この初回生産限定と書いてますけども、ほとんど初回生産で、多分ね、売れれば初回生産からね、次回の生産2次3次がねあると思うんですけども、売れてないんで、もう今世に出てるのは全部ね初回生産だと思います。このガールガンファイトカードが1枚付属というねものになってると思いますね。はい、まあ、ドラマの方面白かったんで、続編もねやってほしいなと思ったんですけど、まあ多分これではね続編も期待できないなと思いますね。はい、ということでね、まあ全種類揃ったんで良かったんですけど、あとですね、この30ミニッツシスターズと互換性があると言いましたけど、このコラボの商品があってですね、それだけちょっと変えてないですね。これがこれね、 Amazon の画面ですけども、ガールガンレディ&30ミニッツシスターズ互換オプションパーツセット、これが今ねちょっとプレミアがついちゃって7,977円ということになってますね。これがね、こういう風にね、アリスにこう着せ替えてやったり、このリセッターとかにね、こう組み替えてできたりとかね、するんですけど。で、このガールガンレディのアタックガールガンとか、ブラストガールガン、チェンジガールガンがついていて、合体もできたりね、してアリスが持ってるというね、こういうこともできるんですけど。はい、こういうのができるオプションパーツセット。これがですね、まあお高いので今のところ変えてないので、まあこれで全種類とは言えないんですけどもね、劇中に出てくるのは全部揃ったので、まあこれで組み立ててまたディスプレイしてね、まあそのディスプレイした状態を撮影っていうのをね、また別の動画でやってみたいと思います。まあ興味持った方はね、まあ多分ここまで安く買えるのは今のうちだと思うので、まあクリスマスお正月あるのでね、その辺で買ってみるのもいいんじゃないかと思いますね。はい、ということで、今回こちらね買ってみたので、また、組み上がったら別の動画で撮影したいと思います。ということで、以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。